米大リーグのドジャースは17日、日本時間18日、敵地ニューヨークでメッツとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦を戦った。大谷翔平投手が先頭打者本塁打を放つなど活躍したこの試合、4回に1塁からの激走を見せた後、中継画像に映った超スーパースターに日本のファンから、あったかそう、ボマンエーツやなとコメントが集まった。冷え込むニューヨーク。 ニット帽やジャケットなど全身をドジャースグッズで固めた姿で見つかったのは、NBA のレイカーズで活躍したマジック・ジョンソン氏だ。大谷が死球で出塁した4回、続くベッツの左翼への二塁打で激走ホームインした際、拍手を送る姿が突然 NHK の BS 中継映像に抜かれた。65歳になったジョンソン氏は、3度のファイナル MVP をはじめ NBA の顔ともいえる大スター。 スポーツファンにはお馴染みで、X 上には日本のファンからも次々にコメントが並んだ。